こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしてますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、師匠の教えということでね、お届けしたいと思います。いや、久しぶりにね、師匠とね、一緒に、サーフィンのね、師匠と一緒に、サーフィンしたんですよ。いや、久しぶりだったなぁということでね、そちらで、楽しかった。その中でね、やっぱね、師匠がね、さりげなく言ってくれるね、言葉があるんですよね。毎回ね、言ってくれる言葉があるんですよ。それがね、やっぱりリラックスして楽しめる秘訣なのかな、気遣いなのかな、見習わないとな見習わないとなっていうふうに思いました。いつもね、詰まっちゃいますな。続きは後半でお届けしたいと思います。それではね、まずね、本日の振り返りからですけども、過ぎた前線の低気圧からのうねりがね、届いてくれていますよね。なのでね、本日もサイズを結構キープしてくれてたと思います。ですけどね、風が一緒にね、強かったかなと思いますね。それがちょっとね、残念でしたけどね。九州エリアでは、その風もね、届かず、うねりのみが届いていたので、ね、遊べていましたね。日本海側、高気圧の吹き出しと低気圧からのうねりが多少入ってくれて、小ぶりながらもね、遊べていたのではないんでしょうか。茨城でね、JPSA やってますよね。はい。ジャパンプロサーフィンツアー2021ということでね、本日9月7日は第3戦ね、大洗でショートボード。でね、ですね、注目、7.83 ポイントを出したライディングを見せたね、若手としては村田嵐選手ですね。でさらにね、8.33 ポイントのライディング、エクセレントですよね。叩き出した児玉亮選手などなどとね、目白押しでしたね。第2戦がね、中止になっちゃったっていうのもあったんですけどね、そのためっていうかね、プロはみんなね、集結してね、トレーニングの成果を見せてくれてたって感じですね。いや、見に行きたかったな。明日もね、注目選手のね、結果発表はできると思うんでね、それをちらはお楽しみくださいというところでね、明日の波予想はですけども、北海道の東へね、移動している高気圧のうねりを届けてくれている、高気圧とうねりを届けてくれている低気圧がさらにね、強まりそうなんですよ。またね、西から来てる低気圧も日本海側へ移動していきます。そのためね、太平洋側はその高気圧、低気圧の影響でさらにね、サイズが上がるかもしれないですね。日本海側は西からの低気圧の影響でうねりが高まりそうです。ですけど、日本海側はね、一緒にね、風が強くなりそうなんですよね。それがちょっと残念ですね。まあしょうがないですね。太平洋側はね、低気圧が離れていくんで、風は今日よりはだいぶ穏やかになりそうなので、遊びエリアがね、増えてくれるんじゃないかなと思ってますよ。ということでね、そう、台風発生しましたよ、台風13号、さらに14号ね。そう、昨日のね、夕方に発生したんですよね、台風13号。コンソンですね、台風13号。現在、フィリピンを通過中ということでね、そのまま北西に進路を取りそうなんで、特に影響は、日本としてはね、影響が出なさそうです。で、台風14号はね、今日の朝9時に発生しました、14号のチャンスー。13号の東に発生してるんで、フィリピンの東の海上に発生したような形ですね。でね、そのためね、この台風がね、沖縄県にはかなり影響が出そうなんですね。進路は同じ、13号と同じく北西に進路取れそうなんで、沖縄以外はあまり影響出なさそうですけど、今後のね、進路次第では九州エリアには影響が出るので、チェックしておきましょう。やっぱね、台風ね、どっち、あっちフラフラ、こっちフラフラしますからね。ちょっとそれだけ注意しておきましょうということで。またね、明日もお届けしますけどもね。よろしくお願いします。ということで、今日の一言はね、久しぶりにサーフィンの師匠と連絡を取って、海でセッションすることになりました。ちょっと緊張。いや、久しぶりなんですよ。コロナになってからね、
あ、コロナにかかったわけじゃないですよ。コロナ禍になってからね、なって、自粛しないと敵になってしまったじゃないですか。それでね、やっぱりね、師匠真面目な方なんでね、自粛してやらないよって形になってたんで、それまで結構ね、頻繁にセッションしていただいて、アドバイスをもらいまくってたんですね。そのおかげで成長できてたところもかなりあったんですけど、ですけど自粛になってからね、海には行けないって感じになっちゃったんですよ。でもね、海に行きたいじゃないですか。そこでね、自分は、自分の人脈ね、自分の方で、海に行けるとこどっかないかなって形で、ね、いろいろってわけじゃないけど、聞き込みしてみて、聞いてみてね、うちの駐車場を使っていいよって言ってくれるところがね、あったんで、そこにお邪魔して、そのね、師匠の教え、その効果をね、リクトレの効果を確かめる、そして進化させるっていうことがね、できました。今思い返せばって感じですけどね。ちょっと話が飛んじゃいましたけども、師匠の話でしたね。一緒に入ったらね、師匠とね、ボードのアドバイスやね、フィン、もしくはね、波に乗るタイミング、もう的確なアドバイスがね、飛んでくるんですよね。そうなんですよ。とても嬉しい限りでしたね。その中でね、前から何度もね、言われてる言葉があるんですよね。で、それは、と言いますと、海では楽しむだけだよっていつものようにね、師匠にね、言われたんですね。そうなんですよ。海ではね、楽しむだけなんですよね。やっぱどうしてもね、海で練習しようっていうふうに思うじゃないですか。やっぱそれはね、難しいんですよ。自分もね、話してるんですけど、海で結果を出すっていうのはやっぱちょっと難しい。そう。海では練習にはならない。ゼロではないですよ。ならないわけではないんですけど、なりにくいってことですよね。そう。海で波に乗っている時間を考えたらわかると思います。それなのでね、リクトレを頑張って、週末に海はその結果を出す場所としてね、捉えていただければと思います。はい。なのでね、海で意識することはサーフィンを楽しむってことだけですよね。そう考えるとね、どうですか、リスナーの方。リクトレ頑張らないとって思いませんか？ね、リクトレを頑張って、週末はリクトレの成果を発揮するだけ。ね、いろいろな要素が邪魔をするのが海の自然の怖さではないかと思います。それに負けないぐらいのね、トレーニングを積んで進化した自分で波を楽しむっていうことがね、そちらにフォーカスしていただければと思いますけどね。その考え方をいつもね、師匠に教えていただいてます。とてもね、ありがたい言葉だなぁと思ってますよ。久しぶりにね、サーフィンしたのも束の間ですよ。またね、今ね、一宮の駐車場が閉鎖されてますね。なのでまたね、師匠とセッションができないんですよね。なので、付き合った時はね、さらに進化した自分を見せてね、成長した自分でお話ししていこうかなとは思っています。そのためにね、やっぱり、リクトレ頑張らねばならぬのですよ。そうなんですね。なのでね、リスナーの方もね、一緒にリクトレ頑張ってね、そのご褒美の海を楽しめればと思います。じゃあね、今日はここで終わりたいと思います。それじゃあ、明日海へ行かれる方はね、気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。